第11代ルディスペンサー男爵、フランシス・ダッシュ・ウッドは、イギリスの政治家。トーリー島に所属し、第3代ビュート伯爵ジョン・スチュワートの内閣で、財務大臣を務めた。秘密結社時刻の非クラブの主催者でもあった。1708年12月、初代純男爵サーフランシス・ダッシュ・ウッドとその妻、メアリーの間の長男として生まれる。彼の父は、 トルコと取引をしていた商人であり、ウィンチルシー選挙区選出の庶民議員だった。個人教育で育ったとみられる。1724年11月に、父の死により、第二代順弾尺くらいと辞書を相続。若い頃には、ヨーロッパ旅行で、宝刀の限りを尽くして、悪名を流した。ロシアでは、 スウェーデン王カール12世になりすまし、ロシア女帝、アンナの恋人になろうと格索したり、イタリアでは、宗教と道徳に対する冒徳から、教会から、追放処分を受けた。イギリスに帰国した後、皇太子フレデリック・ルイスケで小さな役職を得たが、母方の叔父にあたる、第七代ウエストモーランド伯爵ジョン・フェインが、ウォルポール首相に解任されたことで熱烈な、 ハウォルポール派となり、役職を辞した。1734年には、貴族の芸術愛好家協会を創設した。1741年の総選挙では、ニューロムニー選挙区でオルポール派候補と激しく争い、議席を確保した。以降1761年まで、この選挙区から選出され続け、トーリー党所属の庶民議員を務めた。 当選後、ウォルポール政権を激しく攻撃し、ウォルポール失脚後も、ジョージ2世の下で成立するすべての政府に反対し続けた。1746年6月19日には、王立協会フェローとなる。1755年頃には、地獄の日クラブを創設した。ギャンブル、乱チキ、冒涜で悪名高い組織だった。1761年に、 数密顧問官となる。1761年から1762年にかけて王室会計長官、1762年6月から1763年4月にかけて財務大臣を務めた。第三代ビュート伯爵ジョン・スチュワートの支持者であったため、その費護を受けての就任だった。しかし経済について無知すぎたため、彼の予算に関する演説は、 失踪をかった。1763年4月に、ビュート伯爵の首相退任とともに、財務大臣を辞職し、衣服保管長官に就任。母方のお時代7代ウエストモーランド伯爵、ジョン・フェインの死後、保持者不在となっていた、ルディスペンサー男爵くらいの保持者不在が1763年4月19日に解除されて彼が、 ルディスペンサー団社区位を継承し、貴族院議員に転じた。長期政権のノース卿フレデリック・ノース内閣では、共同優勢長官を務めた。1781年12月11日に、ウェスト・ウィコムで死去。子供がなかったため、ルディスペンサー団社区位は保持者不在となる。 1788年になって保持者不在が解除され、いとこの孫にあたる、第5代順弾者ク、トマス・ステープルトンが継承した。順弾者クイは、イボテのジョン・ダッシュ・ドイ・コール・キングが継承した。1745年12月19日、バッキンガム・シャー・アイバーのジョージ・グールドの娘で、第3代順弾者ク、リチャード・エリスの未亡人サラと結婚した。 しかし子供はなかった。A B C D ポラード千九百一 P 百十四 A B C D E F G ポラード千九百一 P 百十三 A B C ランディーダリルサーフランシスダッシュウッド十一スロードルダスペンサー T H E P E E R A G E c o m コム二千二十年一月十八日閲覧 A B C D E F G H I ヘラルディックメディア リミテッド、ルディスペンサー、バロン、クラクラフト S、ペーラゲ・ザ・コンプリート、ガイドツー・ザ・ブリティッシュペーラゲバロネタゲ、2020年1月18日、閲覧。ABCDFG ポラード1901、P112、AB ラングフォード2013、P251。ありがとうございます。